2020年、6月、あ、9月の7日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶、A です。台風14号の動きが気になりますね。皆さん、大変、ちょっと変わった動きをしている台風なんで、でもあります。どうぞ、お気をつけ、ください。今日は朝ですね、ここ出てくるときに、結構な風が吹いてました。風の日おめでとうっていう、プーさんのですね、ディズニーのごきげんよう、ウィニー・ザ・プーっていうですね、映画がありますね。プーさん、私の妻大好きでですね、よく風が吹くと、風の日おめでとうって言ってました。あれ原文は、ハッピーウィンズデイ、ピグレットだと思うんですね。ピグレット、風の日おめでとうってプーさんが言うんですね。なんとも本当にほのぼのとした、風の日っていうとみんながこう怖がったり、ちょっと大丈夫かなって思うんですけども、プーさんはですね、その風の日をこう楽しむということをやってるわけですね。あ、議長さんが見る。おはようございます。早くていらっしゃいますね。恐れ入ります。ありがとうございます。いつもここでお会いしますね。で、この自然を楽しむ、自然を観察する、自然を恐れる、いろんな人間とですね、自然との関わり合いがあるんですけども、その私も毎回佐賀との往復を YouTube に上げてます。それはその単に綺麗だからっていうだけではなくてですね、空を飛行機の中から観察をすると、いろんな表情がある。そしてその年によってですね、やっぱり気候も少し変わるんですね。で、そういうものを記録しておきたいと思って、そしてもう皆さんご覧になった方はお分かりだと思いますが、佐賀空港に向かう美しい風景ですね。佐賀空港から離陸する時の風景、着陸する時の風景、なかなかこれ、亡くなられた渡辺浩三先生がですね、日本の中でも一番綺麗な、風景を見ることができる、空路じゃないか、あるいは空港じゃないかっていうことをおっしゃっておられました。渡辺浩三先生も本当にお優しい方で、僕らを育てていただきました。もうお会いできないっていうのがなんかですね。で、佐賀にはですね、中原町っていう町があって、これ風の通り道、ちょうど鎌倉幕府ができる頃に藤原氏の討伐にあたった人がですね、最初の御家人というふうに認定された、その武運を願って、祀られた神社でもあるんですね。で、旗をですね、立てて、その年の気象を占うという、日本最古の気象台機能っていうんでしょうね。そういう、すごく、歴史のある神社です。風の町中原町、今もう合併してですね、宮城町っていうんですけども、末安町長さん、
私の若い頃からの友人で、あの緑の文献改革とかも先頭に立ってやってくださって、あの ICT を使った共同教育もですね、非常にあの先進的に入っている町です。ぜひ佐賀に来られたらですね、綾部神社と言います、あの訪れられてみてください。ちょうどその門前にですね、綾部のぼた餅っていうですね、ぼた餅屋さんが、軒を並べておられて、選挙の時必ずですね、街宣車を止めてそのぼた餅をみんなで、やっぱりものすごい体力がいるんでですね、頬張ります。本当にあの優しい甘さのですねぼた餅なんですね。うわ、カラスが。で、今日 A の最後のところでですね、知性と法の無視は許されないっていうことをですね、お話をしたいと思います。やっとこのバラ園に来ましたね。昨日のこのパシュミナ、また今日もパシュミナを映してくれって言われて、こっちのあのパープルバイオレットの方はですね、レイニーブルーっていうので、タンタウさんという方がお作りになったんですね、レイニーブルー。昨日あの吉池さん、この今通ってきましたけども、でバラを3つ3種類のですね、赤黄色白のバラを求めました。佐賀に帰ってる間ですね、あの水やりが、できないのか、先週買ったのはちょっとカラカラになってましたので、今週はですね、あのまだ 花のあるうちからちょっと切って挿し木にできるようにしてみたいと思ってます。あの法と知性の虫、今学術会議を猛烈に叩いてる人がいますけど、大丈夫ですか？本気でやってますか？あの上西先生がですね、コメンテーターに3種類いるというお話をされました。別に学術会議が左に寄ってるわけじゃないんですよ。あのその歴史の経緯から、戦争に学問が協力をさせられたと、そういう反省はしっかり踏まえてやりましょうねって、それだけですよね。当たり前の話ですよね。でそれを中国がどうだああだって、そんなに中国が怖いですか？本当になんかそういう人にね、日の丸を掲げてほしくないですね。中国行かれてみたら分かりますよ。あの中国の改革開放を支援したのは日本じゃないですか。そしてそれは今の習近平政権が私あのいいと思いませんよ、全く思わないけども、しかしそんなに怯えてどうすんだと、警戒をすることと、そして日本の中の人たちをそれで、差別したりやることは全く違いますよね。だってこれだけ円借款をやってきてですよ。そして中国の改革開放を支援をしてきて、その果実の時に果実をもらわなきゃいけない、そういう時に結局あの日本国内をですね、あの二分させられて、中国にもですね、中華思想で覇権主義の人たちいますよ。あの2種類いますよね、中国の政府の中にも。アメリカにもトランプ A チームと B チームがあるように、国際的な協調の中で中国をソフトランディングさせていこうという人たちと、そうではなくて覇権主義、尖閣に来ている船のようにですね、自分たちあんなに広い領土を持っていながらさらにさらに広げていこうという人たち、2種類いますよ。でどこの国もそういう人たちがいて、特に今の中国は国力が上がってるから
後ろの方が目立ちますね。でもその時にですよ、中国との間で友好のその井戸を掘ってきた人たちを壊してどうするんですかね。それこそ国益を損ないますね。あの中国製造2025に書いてあったようにですね、さまざまなことを戦略的にやってる。そしてそこはですね、私たちが知っておかなきゃいけないこともたくさんありますよ。だけどそのことと日本の学術会議をディスること、まあ本当になんていうか情けないっていうか、あの上に先生がおっしゃっていた、コメンテーターに3種類いると、権力のチェックを一生懸命やろうという人たちと、それ踏ん張ってやろうという人たちと、もうそれに巻かれて権力の擁護を一生懸命やる人たちと、それからあのどっちもどっち論と言ってですね、あの野党の中にも出てきましたよね。でそういう人たちを可視化できるっていうことで、新しい立憲民主党のこの中心になって今あのヒアリングをやらせていただいてますけども、その当たり障りのないどうでもいいものを流してですね、時間を潰す人たちと、本当にですね、あの米山隆一さん弁護士さんのですね、今度あの新潟から国政に挑戦される私彼のことを応援してるんですけども、米山さんがあの菅総理のですね、前例を踏襲していいかっていうですね、あの昨日のインタビューにの答えについてですね、あの違和感を、強い違和感を感じると、皆さん前例を踏襲してってですね、誰が前例を踏襲しろって言ってます。法を守れって言ってるんですよ。法的安定性と前例踏襲とが全く違うっていうことを皆さんお分かりになりますよね。つまり国会でですね、法律を作って、そして答弁をして、あの1983年の中曽根答弁にあるようにですね、形式的な任命なんだと、もう確定している法解釈を勝手に変えることが前例を破ることじゃないんですよ。これそんなに変えたければ国会で堂々と提案してやれやと、もう本当にね、なんていうかな、法律を基本をこうおそらく学んだことがないっていう人たちがやっぱり国会議員にたくさん出てくるのは良くないと思います。それはね、それぞれの分野で一芸に秀でて、その人たち、例えば、スポーツ選手の中でもですよ、あのいい例は橋本聖子大臣ですね。もう本当にそのあらゆるものに長じておられて、そして一生懸命勉強して法律を国会議員として今大臣としてやってますね。そういう人もいるかと思うと、その法的安定性、国会で議論したことも無視してそれが前例踏襲を破るなんていうのはありえないでしょう。4500万の総事務費についてとやかく言ってる人がいますけども、不思議な人たちですね。あのそれこそ中曽根総理の9600万の税金、葬儀の税金投入については何にも言わない。桜を見る会も森友も加計もいつまでやってるんだという。で片っぽでですよ、2000人を超えるあのこの学術会議のその準会員、そして会員2200人の会員、その人たちのですね、事務費、そんなに惜しいですか。いい加減にしてほしいですね。あの学問がなくてどうやってこの新型ウイルスに対抗しますか。学問がなくて、研究がなくて、どうやって日本を発展させていきますか。日の丸をつけるのをやめろ。自分が日本だっていうふうに
そのバカを日本の代表だって思われたくない。バカって言葉が強すぎるとしたら愚か者だですね。愚か者を日本の代表、日の丸つけるのやめなさい。あなたたちは右翼でも何でもない。傀儡右翼って言って、ご主人様に、宗主国であるご主人様に尻尾を振ってるだけの、単なる、まあ、なんていうのかな、虎の尾を刈る狐に過ぎないんじゃないですか。そういう人たちに日本を語ってほしくないし、日本を少なくとも自分が代表してるみたいに言わないでほしいと思います。海外に行けばですね、本当にこの日本の国民、世界の人々、どうやって幸せにしていくか、どうやって平和を守っていくか、一生懸命やってるわけです。で、学術会議の皆さんもそうですよ。俯瞰的に総合的に見て、判断した。嘘を言うなって。俯瞰的に総合的に見たら法律知ってるでしょ。総合的に見たらその人たちが落第ですか。昨日ですね、ヒアリングの中で、財務省から来ている法制局の人がですね、憲法15条を出して、国民に対して責任が負えないと。そういった人までですね、任命する義務はないという意味のことを言いました。正確には、そこはヒアリングの中から今、昨日3箇所だけですね、私が、問いただしたところ、これ後で B で詳しく申し上げますけども、抜き出してポイントをツイッターで解説しておきましたんで、ここの部分もさすがにそれ目の前に岡田先生がおられるのにですね、これだけ優れて日本の行政学を引っ張ってこられた人の前で国民に責任が持てない。太田君、太田事務次官、財務省から出す人材は法制局だからっつって手抜いてんじゃないでしょうね。やめてくれよね、太田君。まあ同級生、同年だから言うけども、あなたが事務次官になった時に喜びましたよ。でもね、あんまり変な仕事するんじゃないよ。言いたいですね。今日はすいません。言葉がもう昨日も怒りで、まあ今だけ金だけ自分だけの、この、なんていうかな、卑怯、尻尾を巻いた奴らが大嫌いなんで、少し強い言葉になりました。田中康夫さんがですね、フジテレビのことについてツイートされてました。同年なんですね、遠藤龍之介さんっていうんでしょうか、社長さん。すごい、慶応からずっと、大学まで行かれてですね、社長になられた方のようですね。遠藤周作先生のご子息ということで、コリアンさんのコリアン先生ですね、ラジオでですね、阿川さんのお父さんの旅行記をやってましたね。その中に遠藤先生、開口健先生が出てこられるんですね。すごく面白いあれで、まあ権力をチェックするっていうジャーナリズムの役割、今日はFOX ニュースですらですね、FOX ニュースですらって言ったらFOX ニュースに失礼ですけども、トランプ大統領のあの対応を真っ向から批判してましたね。もう御用メディアになるんだったら電波使うのをやめてくれっていう声がいっぱい来ましたよ。田中康夫先生のおかげでですね、フジテレビの社長にまで興味が湧いてきました。まあこれ興味ですからね、圧力って捉えないでくださいね。じゃあ皆さん、 A をこれで閉じます。最後にですね、どうか真実を、それから知性を、学問を大事にしていきましょう。学問を大事にしないで足玉にしていいわけないです。それはね、
いろんな事情で途中で諦めなきゃいけなかった人たちもいっぱいいると思います。私の祖母もあのサウダケですね、あの小学校しか行かせてもらってないです。だからものすごいもう天才的な人でしたけども、字がうまく読めない、書けない、そういう人でした。それがものすごいあの後悔としてですね残っていましたね。だから学問はみんなに等しく、そしていくつになってもすることができる、学問を触れることができる、そういう環境を守っていきましょう。自由とスコラがないところにですね国の発展はありません。そうですね、政権怖いですね。だからあの中島武先生がおっしゃっていた監視の眼差しの内面化、おい見てるよ、俺たちは見てるぞ、お前らがなんか勝手に言ってることを見てるぞ、で後で罰を与えてやるからな、ということを言ってるように国民が感じたらもうその国は終わりですよ。でいくつもあのなんでこういうことになるかというと、公と自分の権力の混同、このおごりですね、おごりまくるな本当に、あの次落としてやるからってつくづく思いますね。そしてその監視の眼差しの内面化、今度はその相互にですねあの監視しろってやってくるあの 隣組の発想ですね。そして税金の私物化で、どうぞあのこういう状況ですから、まああそこに放送局見えてますけども、コメンテーター、政権があの通知表をつけると思いながら必死に自分をですねそこに合わせようという人たちがどれぐらいいるか、どうぞあのご覧ください。それじゃあ B はですねもう少し穏やかにやります。あの辛い思いをされている方もですねたくさんおられるんで、だけど戦うっていうことをとても必要です。自由は大切、それを妨げる一番の敵は共産党。お、そうですか、中国共産党ですか。そうかもね。右とか左とかで今まだ考えてる人がいるとしたら、それは傀儡保守に飼いならされた人だと、一回そういう情報しか入ってないんじゃないかということをですね気をつけてみてくださいね。じゃあごきげんよう。最後なんでいきますかね。何色がいいですか。ごきげんよう。昨日は赤っておっしゃいましたね。黄色、はい、では黄色にします。黄色はですねこっちなんですよね。これですね、これなんていう黄色、黄色、ピンクそれピンクはこっちですね。でも黄色が早かったんで、これも綺麗ですね。あの黄色でいきますね。どれがいいかな。この黄色結構やっぱり弱いっていうか花が早いですね。すごいバラ園でしょこれ。港区の氷川公園って言うんですよ。どの色も綺麗ですね。じゃあ今日は少し毒を吐いちゃったで申し訳ないです。どうぞ良い一日を。ごきげんよう。